はい、こんにちは。10月31日月曜日です。10月も無事に終わりそうですね。最終日となりました。今日は朝歯医者さんに行ってその帰りに歯医者さんの近くにあるグローセリアアウトレットに行って買い物をしてきました。今日の戦利品を自慢させてください。えー、今日、今ワンコはこんな感じ。まずチョコパイですね。この黒糖味と普通のチョコレート味と あと、この、抹茶味。どれも、元が5ドル99が2ドル49になっていたので、各味買ってきました。もう最近はコロナの後は、韓国のマーケットにも全く行っていないので、韓国のマーケットに行っていくらなのかはもうわかりません。そしてこちら。ポッキー極細がですね、2ドル99が99セントになっていたので、試しに見つかっています。 で、こちらの、これ、冷凍食品なんですけれども、この辺は、まあ、これは野菜オンリーですよね。で、これは、なんか甘い系のデザートなんですが、これ、どれも元が9ドル99とかが1ドル99になっていたので、試しに買ってみました。これはもしかしたらうちのアメリカ人たちはダメかも。で、こちらの、ブルーバッファローの、 犬の餌ですね。これ缶詰なんですけれども、元は3ドル19が99セントになっていたので、もうなくなっちゃったので、また5個買ってきています。で、こちらの卵、オーガニックのミディアム、ちょっと小さめなんですが、それが18個入っているのが4ドル99。今のところ、私が知っている限りではそこねなので2つ買ってきています。で、こちらの、ジプロク。 これ12個しか入ってないけどでも元が2ドル99が1箱99セントになっていて、えー、何ワンダラーストアみたいなダラートリー1個1ドル25セント均一のところよりも安かったので3つ買ってきましたヨーグルトはこれいつも安いんですが元が2ドル99が1ドル49でこちらもいつも買ってくるお肉ですね。 これも、えー、元が9ドル99が4ドル99だったので買ってきています。で、このコーヒー、前回も買ってきたんですが、前回よりも安くなってた。3つで1ドル。で、元が1つ11ドルいくらなので、お買い得だと思います。水でもお湯でも出すことができるコーヒーです。で、こちらがハイチュウ。 大きい袋に入っているので日本のマーケットで買うと6ドル99でも、グローセリーアウトレットはやっぱり2ドル99だったのでお買い得だと思って今日のハロウィンのバックアップのキャンディーにも使えるかなと思って買っています。でこちらが これは、えっと、乾燥させたチーズですよね。これも結構ね、元が高かった。でも、元の値段忘れちゃった。多分5ドル99だったと思います。それが98セントになっていたので、これはもうサラダでドレッシングを作るときにすぐに使うと思います。という感じで、他にも、犬の、あの、ゴミを入れる袋とか、牛乳とかパンとか、まあ、普通の値段、低価で買ってきたものも、 ありますがそれはお買い得品ではなかったのでお見せしていませんで今回は91ドル43セント払って節約したのが164ドル81セントでしたこんな感じ以上です